ストリートビューで柴又へ行く。鹿本橋をスタートして柴又へ着くまでの道中を紹介したい。 Google マップを開いてストリートビューを見る。ストリートビューの画面を掴んで自由にビューを移動できる。進む方向は矢印があるから行きたい方向へ向けてクリックするだけだ。千葉街道は間もなくだ。右に折れて千葉街道をどこまでもまっすぐだ。で行くのは意外と大変だ。進む方向を矢印でクリックするが、これが思った方向に行かない。ちょっとした角度で違ってしまう。そのまま進むと迷い込んでしまう。そんな時は間違えたところに戻ると良い。出直しだ。思った方向に行かない場合は、マップを出してしっかりチェックすることだ。そんなこんなでつなぎつなぎ進むしかない。もちろんひとっ飛びもできる。でも今回は道中を見せたいので我慢だ。目的地に近くなった。
大通りを過ぎて町中に入ると道が狭くなって分かれ道も多い。マップをよく見てストリートビューを進める。